こんにちは。アラフォー独身女性専門カウンセラーの深田静香ですメンタルコーチの先生に有料カウンセリングで副業に成功した理由をインタビューしてきました前回は6つの理由を経験をまじめてお話ししてくれました今回はその続きになりますどんな話が聞けるか早速お聞きくださいうんただまあ僕は、うん、まあカウンセラーをしてる立場から言うと、はいはい ものすごく副業を進めるんよね、はいはい、僕はその、うん、そうだな、うん、30歳以上の女性独身であっても結婚してても、うんうん、がやっぱり幸せになるためには、はい、やっぱり副業をしてお金を手に入れてないと難しい。な、うん、うんうん、これでかっていうと やっぱり僕みたいな仕事をしてると、うん、ほとんどがまあ人間関係の,その相談が多いんよね。で人間関係の相談っていうのはやっぱお金で何でも解決できるわけじゃないんやけど、うん、お金で解決できることがすごい多い。 だからまあ例えば夫婦仲が悪くても本当に嫌だったら離婚したらいいんだけど経済的に困るから離婚ができないっていうのがやっぱり現実なんよね。それ、うん、か職場で例えばパワハラに遭ってるとかいじめに遭ってるとかの状態の中でも会社辞めればいいのにって簡単に言える問題じゃないよね。辞めれない。なんでですかって辞めたら生活できない。ね いうことはまあ一つの会社に依存してるっていうことになってくるよね。やっぱり依存が悪いことじゃないんやけど、うん、あまりにも一つのものに依存しすぎると、うん、ビジネスの世界でねこういうことがあるよね。一、うん、というのは最悪の数字ってよく言われてるんよ。うん、一つのものにすべてを託してしまうと。 ね、例えば、はい、YouTube しかしてないと、はい、それは YouTube がこの世の中からなくなった時に収入源が全てなくなると、はいはい、ブログしかしてないとブログがなくなった時に全てがなくなるとでそれとかまあ会社の給料しかないと、はい、でその会社が潰れた時にまあそれ失業保険とかあるけど ねえそんなに同じぐらいの給料でなかなかっていうのは難しいと思うから、ね、だから、うん、そのビジネスにおいてはね、はい、1っていうのはあまりいい数字ではないんだって、うんはい、なるほどうんやっぱり副業二三ねっそういうのがいいって言われてるんで、うん、僕もまああのね本当にそうだなと思ってまあ最初はその 薬剤師とカウンセラーね。だったんだけど、それから1個ずつ1個ずつ増やしていって。まあ、今3つの副業と。その薬剤師ね。はい、今回はこれで終わります。私自身、先生に副業を勧められて始めました。 私の年代の人、すべてがそういう考え方ではないんですけど。やっぱり、一つの仕事、一つの職場に定年まで勤めるというのが。普通だと思って生きてきました。芸能界を見てると、俳優業をしてたり、モデル業をしてたり、歌手業をしてたり。あ、芸能界の人って。一人の人が。複数の仕事しているじゃんって思いました。まあ、それだけじゃなくって、服とか、まあ、アパレル関係とか。 コンサルタント業とかしていたりってこう有名人の人人のが副業、ビジネスしてる人ってるっ結構多いですよね。さっきの先生の話の中であったようにビジネスの世界では1っていう数字はあまりいいことではない2とか3とか複数の数字の方がいいっていうことを教えてもらってあ本当だなって思いました。私ブログもやっていて、い今回アラフォーで、 副業を始めたきっかけを記事に書きました。概要欄に貼っておくので、ぜひそちらも読んでください。私は約40年間生きてきて、すごい悩みの多い人生だったんですね。主には人間関係の悩み、まあ、家とか学校とか職場とか、そういうのが多かったです。まあ、ブログにも書いてるんですけど、まあ、学生時代にその、 そういう悩みとかがきっかけで摂食障害、ま拒、あ、食症、過食症をこう繰り返したりしました。若い頃ってこうすごい悩んでストレスが溜まったらもう全然食べられなくなってきたんですけど、ま年々こうストレスが溜まるとこう食べる過食に走るっていうことが多くなってきました。 結構私だけじゃないと思うんですね。女の人って結構ストレスが溜まったり、こう,うわって悩んだりしちゃうと、もうすごい食べることに走るっていう人が多いと思います。まあ、どんな年代でもそうなんですけど、やっぱり悩みって人間関係のことが多いと思います。で、私みたいなアルファーになってくると、まあ家族内のことだったり、まあ職場のえっ、ー、と、人間関係やその仕事の内容のストレスが本当に多いです。 私結構こうまできないできないと思ってこう落ち込むことが多くて、それがストレスになってくるとわーってこう食べ過ぎたり今でもしちゃいます。それって副業することでその時間が少なくなってきたなって最近実感してます。で今でもねもちろんやっぱすごい悩むんですよで落ち込んであの過食気味になったりするんです。 ただその悩む時間があったらブログを書くあ悩む時間があったら違うことを考える悩む時間があったらそのあのビジネスのことを考える時間に変えることでなんかあだいぶ私最近悩んんでる時間少ないじゃっって思って思きました。私はアラフォーで独身、まあ、独り身なので、まあ、お金を稼ぐためにも仕事は必要です。 今回この YouTube インタビュー企画をして、こうやって喋ってる中で、副業ってお金稼ぐこともそうだけど、悩みを少なくするっていうメリットもあるんだっていうことを発見しました。今回はこれで終わります。アラフォー独身女性専門カウンセラーの深田静香でした。